にちは、スクミズログです。今日は360度カメラのインスタ360-1X2 を使って、ブロンプトンの、臨場感のある車載動画の撮り方について紹介しようと思います。今見ていただいている動画みたいにこうハンドルが映り込んでいて、こう実際走ってるかのような絵が撮れます。このために、車体のハンドルより後ろ側にカメラを取り付けています。マウントなんですけど、使ったのは、GoPro のハンドルバーマウントで、それに付属の、ワンタッチで、取り外せる台座ですね。これをつけてやって、で GoPro 台座をインスタ360に使える、三脚用のネジ穴に変換するアダプターを、間に取り付けます。で、この三脚座は金属製の方がいいです。これ樹脂のやつもあるんですけど、振動で折れてしまうんで、金属製のものを使うようにしてください。で、それにインスタ360の 1X2 を、ねじ込んでやって、しっかりと固定してやると、マウントの準備は OK です。ハンドルバーマウントもこれ GoPro 純正のやつがやっぱりしっかりしてて、使いやすかったです。で、車体に取り付けるとこんな感じで、マウントは首部分が触れるんで、90度傾けて、ステムの首の部分を掴んでやって、でハンドルの後ろ側に、固定しています。こうしてやることで、カメラの画角にハンドルが映り込むようになっています。じゃあ逆に、ハンドルの前側にカメラをつけるとどうなるかというと、こんな感じに前を向いた時にハンドルが映り込まないんで、自転車で走っている、臨場感が少し乏しくなってしまいます。今回動画は360度撮影したので、インスタ360の編集ソフト、インスタ360スタジオで編集します。広角にするとちょっと周囲が歪んだりとか気になってしまうんで、なるべく画角を狭くする方が自然に見えるんですけど、そうすると今度ハンドルが大きく映りすぎて邪魔なんで、適当なところを探してマーカーを打っています。360度で撮っていたら、好きな方向を向いたりっていうのもできるんで、気になるものがあったら、ちょっと横を向いてやったりとかっていうのができて、で後で動画にした時に、再生しながら横振り返ったりできるんで、そういう意味では360度で撮ってる方が後でできることは多いんですけど、360度からHD の動画に切り出すのも大変ですし、ファイルサイズもかなり大きくなるんで、ステディカムモードで撮れるなら、そっちの方があとは楽かなと思います。自転車で走ったっていうところを、強調して残したいんであれば、やっぱり車体だとか、ハンドルが映り込んで、ブレーキ操作、ハンドル操作、シフト操作っていうのが見える方が、実際に走っている臨場感が表現できると思います。景色を見るっていうだけだと、そのハンドルとか、腕とか、車体とかで、景色が隠れてしまうんで、今回紹介した方法だと、マウントの前後取り付け方向を変えるだけで、車体を映す映さないっていう選択ができますんで、実際ツーリング、ポタリング、旅に行ってる時に、こういう撮影方法を試していただければと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。もし気に入られましたら、高評価とスクミズログのチャンネル登録をよろしくお願いします。